フリードリヒ・ビルヘルムは、プロイセンの王族、プロイセン王子、ブランデンブルク・シュベート・ヘン教博。プロイセン王フリードリヒ一世の異母帝、ブランデンブルク・シュベート・ヘン教博、フィリップ・ビルヘルムと、アンハルト・ゲッサー公ヨハン・ゲオルク二世の娘ヨハン・ナッシャル・ロッテの間の、長子。1734年、フリードリヒ・ビルヘルムはいとこのプロイセン王、 フリードリ・ヒビル・ヘルム一世の娘、ゾフィード・ロテアを妻に迎えている。辺境博、フリードリ・ヒビル・ヘルムは常に悪ふざけを起こしては、帝臣たちをてんてこまいさせたため、基地外辺境博と呼ばれた。また、狩猟に情熱を注ぎ、神聖ローマ皇帝カール六世によって神聖ローマ、帝国狩猟長官に任命されたほどだった。フリードリ・ヒビル・ヘルムは、自分の持つ小さな領国を、 大いに改良し美化した。シュベートの所領では、シュベート城の周囲を美化させ、庭園を改良すると同時に、城の領域を拡大させ、城全体の様相は、古典主義様式から、イタリア様式へと美しく変貌した。フリードリ・ヒビルヘルムが1730年代、後半に、自分の宮廷で故障として召し使った、フリードリ・ヒビルヘルム・フォン・ザイトリッツは、後に、 義兄フリードリヒ二世の騎兵隊司令官となり、二人の付き合いは生涯続いたが、辺境白との交際は、制度率に決して良い影響を与えなかった。フリードリヒビルヘルムは1771年、魚釣りをした際に重い風にかかり、ビルデンブルフで亡くなった。息子は皆幼くして死んでいたため、弟のフリードリヒハインリヒが後を継いだ。妻、 ゾフィードロテアとの間に二男三女を設けた。また、結婚前に、ゲオルク・ビルヘルム・フォン・イエーガースフェルトという死生児を設けている。ありがとうございます。